こんにちは。研修、2日目、今日持ち込んだ、パソコンはドン・キホーテのナノオトネクスト。これでね、仕事もバッチリ、外でもバッチリできる。それとね、快適に動くんですね。はい、動画見てます。快適に動きます。研修場のね、あの Wi-Fi が結構早いんですよね。それとね、改造してあるので、ノーマルのナノートネクストじゃないですよ、SSD をね、64だったのかな、それを、512に M.2SSD を入れ替えてます。だから SATA 規格なんでね、フルパワーじゃないんですけど、ただね、容量だけはめちゃくちゃでかいですよ、512。これはね、バッチリ改造。そして Wi-Fi もね、11AC に変えてあります。